お待たせいたしました。それでは、ホノルル空港の方出発いたしますけれども、今日ですね、数時間でございますけれども、ご一緒させていただきますリーナと申します。よろしくお願いいたします。ドライバーさんは JR さんです。合わせてよろしくお願いします。アロハですね、ハワイで一番忙しい空港ですね、ホノルル空港出発いたしまして、今日の予定ですが、その前にですね、皆さんもうハワイのお時間になってますでしょうか。はい、今日は7月2日ですね。今お昼の12時39分です。12時39分、ここからはハワイのお時間で行動していただきますので、時計の方合わせておいていただきますようによろしくお願いいたします。12時もう今40分ですね。はい、はい、ではですね、今からですね、ホノルル空港出発いたしまして、もうちょっと西の方までまだ参ります。で、この木なんの木、気になる木のね、あの撮影で使われました、日立の木があるところ、マーナルアガーデンの方にね立ち寄らせていただきます。ちょっとお時間の方がね迫っていますので、マーナルアガーデンですね、約10分ぐらいになると思いますけれども、お写真撮っていただきまして、バスに乗っていただいて、でその後、ダウンタウンですね、キングカメハメハ大王、カメハメハ大王のね、銅像のところとぐるっと回りまして、これは車窓になります。で、お食事会場でありますゴードンビアッシュの方にね参ります。で、今日のお食事はですね、ランチは皆さんロコモコというふうに伺ってますね、ハワイのねロコモコランチ、ゴードンビアッシュというか地ビールでね有名なところなんですけれども、ビールはお食事の料金の中には皆さん含まれてございませんので、ビール飲まれる方は個人生産となりますが、アイスティーはね、アイスティーはついてますのでね。はい、でゴードンビアッシュの方でお食事していただいた後はもうホテルですね、お泊まりのホテルの方、ハイアットリージェンシー、ワイキキのねハイアットリージェンシーの方までご案内させていただきます。だいたいホテルの方に到着するのが、まあ、だいたいの時間ですけれども、2時15分から2時30分の間ぐらいになると思いますのでね、今日は皆さん時差の、ね、影響で眠いと思いますけれどもね、頑張ってくださいね。今日ねお昼寝しちゃったら明日からまたしんどいですのでね、今日一日我慢なさってください。それからですね、これからバス何度かね、乗り降りしていただきますけれどもね、他のバスのね後ろ側、真後ろはね歩かないように気をつけてくださいね。バスの運転手さんが真後ろ見えませんのでね、大変危険ですので、他のバスのね後ろは歩かれないようにお願いいたします。で、皆さん乗ってらっしゃるバスはね、このバスはナンバーが737のバスですのでね、1号車前走ってる739ですので、皆さんは737の番号ですのでね、お間違いのございませんようによろしくお願いいたします。で、何度かですね下車していただきますけれども、大きなお荷物はバスの中に置いといておいていただいて結構なんですが、貴重品は必ず、持っておいてね、肌身離さず、持っていっていただきますようによろしくお願いいたします。飛行機の長旅でお疲れとは思いますけれども、貴重品の管理は恐れ入りますが、ご自身でしていただきますようによろしくお願いします。で、バスの中ではですね、飲み物食べ物はちょっと禁止されていますので、まあ、ボトルのね水ぐらいはいいと思うんですけれども、お飲み物ごめんなさい、食べ物は禁止されております。っていうのはもうハワイ暖かいところですのでね、ちょっとでもこぼしちゃったらすぐにゴキブリが発生しますので、食べ物はご遠慮いただきますようによろしくお願いします。
ちょっと雨がパラパラって来てたんですけどね、ワイキキの方は、いいお天気になってきましたよね。最近は、まあ、今40になってる、お天気いいんですけれども、2週間ぐらいまではね、結構雨が多かったんですね。でハワイも一応まあ雨季とかありますけれども、だいたいまあ11月から、3月は雨季とされています。でその他寒気なんですけれども、最近どこ行かれましてもね、異常気象でして、ハワイも結構8月なんて雨少ないはずなのに1日に雨が降ってたりとかね、そういうこともあるんですけれどもね、ここのとこ1週間ぐらいはね、結構いいお天気が続いております。皆さんもハワイは何度もいらっしゃってますか？初めての方もいらっしゃいますか？ですけれども、まあ、日立の木の、ね、コマーシャルとして知られているんですけれども、そのモデルになっている木ですね、モンキーポットと呼ばれる、まあ、中南米原産としますマメ科の植物なんですけれども、一般にモンキーポットは広く世界の熱帯地域に、ね、分布されております。でその高さっていうのが大体20メートルから25メートルぐらいになりまして、で枝を広げた大きさっていうのはもう30メートルぐらいになりますので、大体公園の、ね、日陰樹としてよく植えられております。で同じ木はですね、まあ、ワイキキのアラモアナ公園とか、あとカピオレニ公園なんかでもね、よく見られる木なんですね。で和名がアメリカンネムの木といいまして、まあ、シダに似た葉っぱなんですけれども、その葉っぱ午後になると閉じていって、で午前になるとまた朝が来るとまた葉を開いていくんですけれどもね。でこれから参りますモアナルアガーデン、広さは24エーカー、約9万7千平方メートルなんですけれども、まあ、日立の木として有名でして、地元の人にとって憩いの場としてね、また観光スポットとして多くの人に愛されております。はい、正面にですね、ちょっと山の中腹あたりピンクの建物が見えてますね。あちら病院なんですね。トリプラホスピタルといいまして、軍専用の病院です。太平洋地域では最大の軍専用の病院なんですけれども、まあ、地上11階、地下2階からなってます。トリプラホスピタルという病院になります。モアナルアガーデンなんですけれども、まあ、園内にはね、ハワイ原産に限らず様々な植物とかね、世界中から集められておりまして、まあ、モンキーポットもその一つなんですけれども、このモアナルアガーデン、この土地はですね、古くはハワイ王国をね、建てたカメハメハ王家の所有地だったんですけれども、まあ、園内には今も残ってますコテージは、1850年代にカメハメハ5世の別邸として建てられたものとなります。もともとはね、カメハメハ王家 の、 持ち物だったんですけれどもね、1884年にこの土地は王家とね、親交のありましたサミュエル・デーモンという人が譲り受けまして、そこから公園作りが始められています。で右手はね、白いお花が咲いてますけれどもね、この木はプルメリアの木ですね。大変まあ香りが良いお花でして、香水の原料なんかにもね、よく使われておりますけれども、このプルメリアの木は、ハワイではね、守り木とされてますね。結構お墓なんかもね、よく植えられている木です。はい、右手のね、あの木もモンキーポットの木ですね。日立のコマーシャルのね、モデルになった木と同じ木です。
で右手のねこのオレンジ色のお花の咲いてる木、これはアフリカンチューリップというですね、まあ、原産がもちろんアフリカなんですけれども、つぼみの時にですね中に雨水がたまるんですね。で咲く時にはね一斉にお水がはじけるように咲いていく木、黄色いお花の咲いているのはイエローシャワーの木です。これからね、だんだんハワイもねお花がたくさん増えるんですけれどもね、7月と言いますと何がまあたくさんなるかというとマンゴーなんですね。マンゴーの実がねたくさんなっていくんですけれども、まあマンゴーウルシ科ですのでかぶれちゃう人もたくさんいらっしゃるんですけれども、それでも食べたいなんておっしゃる方もよくいらっしゃるので、結構ね皆さんの手袋軍手してゴム手袋してでマンゴーの皮むいてね食べてらっしゃる方もいらっしゃいます。で以前はですねホテルの朝食なんかにもねよくバイキングなんかで、マンゴーが出てたんですけれどもね、やっぱりかぶれる方が多いみたいでね、今はあんまりマンゴーってねホテルの朝食とかでは出ないんですけれども、まあその代わりにパパイヤとかねパイナップルなどはねたくさん出しているようです。まもなくモアナルアガーデンの方に到着いたします。はい、到着いたしました、バスを降りていただいて、先ほどと同じですね、貴重品はお持ちになってください。お手洗い行かれる方は門入ってから左手の小屋のところにね